アシル COA でヒドロゲナーゼは脂肪酸の β 酸化に関与する酵素でアシル COA、チオエステルの C2 と C3 の間にトランス二重結合を導入する機能を持つ。ファドはこの反応機構において酵素が適当な気質と結合するために必須な保因子である。以下の反応はファドによる脂肪酸の酸化である。アシル COA でヒドロゲナーゼは摂取した食物から 脂肪酸を代謝する機能を持つため、動物細胞では重要な酵素である。この酵素は脂肪酸代謝において、調査脂肪酸をアセチル COA に分解する反応に寄与する。この酵素の欠損は脂肪酸酸化を含む遺伝性疾患に関係する。アシル COA でヒドロゲナーゼは、タンクサリ、中さ、調査、 超調査脂肪酸アシル COA のそれぞれに作用する4種のグループに分類することができる。これらすべての触媒機構は類似しており、違いはアミノ酸配列の違いによる活性部位の位置である。イメージ1、中さ脂肪酸アシル COA でヒドロゲナーゼ4、両体の構造。ファド分子は黄色。PDB コード。 一イグック、中鎖脂肪酸アシル COA でデヒドロゲナーゼは、すべてのアシル COA でデヒドロゲナーゼの中で、最もよく構造が知られており、その結合は、動物の代謝異常を引き起こす。この構素分子は、約400のアミノ酸からなるサブユニットとこれ、対応する一分子のファドのほも4両体である。これは、2両体の2両体に分類され、その直径は、約90である。 二両体の単二両体間の接合部分には、ファド接合部があり、大きな相互作用を有する。一方、二個の二両体間の相互作用は小さい。四両体の中には全部で四箇所の活性部位があり、それぞれ一分子のファドと気質のアシルシー OA を含む。したがって、一つの酵素に全部で四分子のファドと四分子のアシルシー OA が付加することとなる。 サンドメイン間に結合しているファドは、構素全体の安定に寄与しており、気質のアシル使用 A は、完全に、単量体内に結合する。活性部位は、F252,T255,V259,T96,T99,A100,L103,Y375,Y375, よび E376 の順に残機が並んでいる。 このエリアでは、グルー376と、ファドとの間に気質が入り、反応のための理想的な位置に分子が配置する。中査、アシル COA デヒドロゲナーゼは、より広範囲の長さのアシル COA と結合することが可能であるが、研究によって、オクタノイル COA に特異性を示す傾向があることが分かっている。イメージに、アシル COA デヒドロゲナーゼの反応機構イメージ。 3. 中さ、アシル COA でヒドロゲナーゼ活性部位の拡大図。脂肪酸酸化が初期化すると気質は、グルーマイナス376とファドの間の位置につく。アシル COA でヒドロゲナーゼの反応機構は、e、E2 脱離により開始される。これは、グルタミン酸残器によって始められるもので、欠かすことのできない、必須な反応である。残器は、 酵素の種類によって様々な位置に出現する。グルタミン散々基はアルファ炭素のプロアール水素を脱げプロトン化する。気質のカルボニル酸素からのファドのリビチルソクサノに応え、または先述のグルタミン散々基の主債 NH への水素結合ではプロトンのプコが低いため、グルタミン酸によるプロトン除去の方が容易に起こる。アルファ炭素が脱プロトン化され、 ベータ炭素のプロアール水素も、気質からファドに移る。このベータ水素は、ファドの裏面の N−5 に孵化し、酵素は、ファドのピリミジン部への水素結合とジメチルベンゼン部への素水性相互作用で結合する。気質はこの時点で、αβ 不法はチオエステルに変化する。ファドが非取り銅を取ると、N−1 窒素に隣接する、カルボニル酸素は、影電化となる。 この電子は N-1 窒素と共鳴し、影電化は、非極剤化、安定化される。また、電化は、酸素と窒素、および酵素中のアミノ酸残器との間の、水素結合によっても安定化される。アシル C-OA デヒドロゲナーゼの欠損により、脂肪酸の酸化能力が減少し、代謝機能不全となる。中査、アシル C-OA デヒドロゲナーゼ欠損症は、 アシルシー OA でヒドロゲナーゼに関わる異常としてよく知られており、脂肪酸酸化障害及び生死に関わる代謝疾患を引き起こす。中佐、アシルシー OA でヒドロゲナーゼ欠損症の症状には、絶食不体、低血糖症、そして乳幼児突然死傷候群がある。これらの症状は、死亡の代謝異常によって、すぐに現れる。絶食不体と低血糖症は、 脂肪の分解により、糖を作ることができないためである。また、脂肪酸が、血中に蓄積し、血液のプコが低下し、足動脂を起こす。症例の、約90%は、酵素の突然変異は原因であるため、乳幼児突然死症候群への中、鎖アシりしい応でヒドロゲナーゼの関連に、関心が持たれている。毎年2万人に1人の乳児が、中さ、 アシル C-O-A でヒドロゲナーゼ欠損症との報告がされている。この突然変異種は劣勢であり、中さ、アシル C-O-A でヒドロゲナーゼ欠損症患者の両親はしばしばその保因者と診断される。人において最も一般的に発生する中、腐りアシル C-O-A でヒドロゲナーゼの変異の位置は、アミノ酸残期リスマイナス304である。変化した残機には、 単一点突然変異が生じ、リシ心残機は、グルタミン酸に変化する。リスマイナス304は通常、GLN マイナス342、アスプマイナス300、およびアスプマイナス346と、水素結合を形成することによって、周囲のアミノ酸残機と相互に作用するが、リシンの部分が、グルタミン酸に変化すると、加わった影電荷により通常の水素結合が、分裂する。 この分裂により、酵素の折りたたみが変化し、全体の安定性が崩れ、脂肪酸酸化の機能を阻害するようになる。変異が起こることにより、酵素の効率は10分の1まで下がる。ありがとうございます。